沢柳正太郎沢柳事件は、1913年から1914年にかけて、京都帝国大学で起こった、総長と学部教授会との間の内紛事件。兄弟事件とも呼ばれ、大学における、教授会自治を確立させるきっかけとなった事件として、知られている。1908年9月2日、菊池大六が、京都帝国大学総長に着任。 この、菊池の体感に伴い、1912年5月13日に、後継の総長として、久原光が任命されるが、久原の着任後から、教授や学生が、総長に反発する事案が発生した。これを受けて、奥田義人文部大臣は1913年5月、学校内騒動の鎮圧に、定評のあった東北帝国大学総長の沢柳、正太郎を、 公認の総長として任命した。1913年7月12日、文部省の任命で就任して2ヶ月になったばかりの、沢柳正太郎京都帝国大学総長は、教学の刷新を標榜して、以下の七教授に辞表を提出させ、8月5日に面刊を発令した。罷免された七教授の中には、以前から学内自治を主張していた谷本が含まれていたことも、 あり、京都帝大法科大学の教授、助教授たちは、日本亀松学長を中心に結束し、教授の人事権は、教授会に、ありと主張した。これに対し沢柳総長は、教授の地位を保つのはその実であって、制度的保障はなく、また、現行制度においても、教授の任免に教授会の同意は必要でないと、反論した。 この悲免に関して、奥田文章は教授内職問題なども関係していると述べ、文部省は沢柳総長の独断行動ではなく、任免については、久原総長時代からの問題と表明した。放課教授らは、同月に教授会に基づく任免権などを求める意見書を作成、同年12月には、京都に出身分等を介して地域に広く訴えた。 文部省並びに総長と放課の対立は激化し、1914年1月14日に放課教授、助教授は講義の連帯辞職を刊行した。放課学生や東大放課の首脳も共感を支持した。1月23日、奥田は教授の任命に負。 手派総長か職権の運用状況受会と協定する派差し支えなくかつつだとなりと放家の主張を認めた。これを受けて教官は辞職を撤回。同年4月28日に沢柳総長が依頼面会したことから医学博士の荒木寅三郎教授が総長事務取扱いとなる。同年8月19日より公認総長は 山川健次郎東京帝大総長が兼任した。新総長の山川と数密院顧問の旧総長、菊池大六が候補者を選定するが、教授会は排斥して応じず、総長事務取扱いの荒木が総長選挙規則を作成して選挙を行った。1915年6月に当選した荒木寅三郎が総長に就任した。 教官の人事件を事実上教授会が掌握するという慣行を文章が承認したことで大学自治は大きく前進した。また、京大では沢柳総長辞任後に荒木虎三郎医学部教授を総長として選出以降総長の学内選出が確立した。沢柳事件後は1925年に京大社会科学事件1928年に 川上はじめ事件、1933年には、滝川事件が発生した。沢柳事件の経緯と結末により、大学自治の本山とみなされた兄弟は、1930年代以降、戦時体制の下で大学への統制を進めようとする、勢力からは敵視されるようになり、滝川事件に見られる、教授会自治への攻撃につながったとする見解もある。 辞表を提出したのは、小田一万、千賀鶴太郎、田島金次、二方亀松、岡村司、勝本勘三郎、毛戸勝本、後部貞次郎、末広茂雄、戸田石、氏、中島玉吉、石坂恩、四郎、木地元明作、り、市村光恵、佐藤牛次郎、小川豪太郎、佐々木総一の教授17名、山本美男の、山田昭三の助教授2名。 ありがとうございます。